長崎県のちゃんぽん。一言に長崎県のちゃんぽんといっても、長崎市の新地中華街や小浜温泉街の小浜ちゃんぽん、平戸の平戸ちゃんぽんなどバリエーションは様々。長崎ならではのゲソやアサリ、冬は小ガキ、エビなどの海産物や長崎名物の練り物をふんだんに使い、麺は当枠入りでちょっと黄身がかってもちもちした食感が特徴です。第9位、あっちゃん亭長崎市。主人は中華街の大鶴出身で、かつては福岡の西新井で本場長崎の味が味わえる店として人気を博していたのですが、福岡の店は息子に譲り、故郷長崎に帰って支店をオープンしました。新地中華街近くの唐人屋敷跡に店を構えています。第8位、菅野長崎市。銅座の飲み屋街にある店なので、昼に食べに来られないのが残念。逆に飲んだ後の締め客で夜遅くまで賑わっています。第7位、えみちゃん亭佐世保市。佐世保市から2店目のランクインは、駅そばにあるいかにもラーメン屋膳とした素朴なお店です。第6位、治安橋ラーメン長崎市。長崎市が故郷のミュージシャン福山雅治が贔屓にしていることで一躍有名になった店です。名物の爆弾ちゃんぽんは、爆弾と呼ばれるニンニクペーストの塊を溶かすと、ガラリと味と風味が変わります。第5位、中華料理四海楼長崎市。長崎名物のちゃんぽん、皿うどんは共にこの店が発祥です。ちゃんぽんには錦糸卵が乗って色鮮やかです。中華街とは少し離れますが、世界遺産大浦天主堂の上り口にちゃんぽん博物館を併設したビルが建っています。昭和天皇が皇太子時代に食されたことでも知られています。第4位、蘇州林。お土産や中華菓子の販売で知られるお店ですが、ヤムチャや中華喫茶、本格的な中国料理の店としても知られています。第3位、中華大八長崎市。西の終着駅長崎駅の目の前にあるので、観光客にも便利なお店です。焼き飯も隠れた人気メニューです。第2位、江山楼長崎市。さだまさしの魔法の鍋で歌われた新地中華街の名店。さだが誤って江山楼のスープは鶏ガラ 100% とコンサートで言ってしまったものだから、店でも実際に鶏ガラ 100% で作るようになったそうです。支店も合わせてメニューからお手頃なデフォルトちゃんぽんを外してしまったので、ちょっと気楽なランチにとは使いにくいお店になってしまいました。第1位、香蘭佐世保市。意外にも長崎県のちゃんぽんランキング第1位は中華街のある長崎市ではなく、佐世保市の有名店でした。ミシュランガイド長崎に掲載されたことが大きいのでしょう。九十島を控える牡蠣の名産地だけに、冬場には夏場のアサリに代わって小牡蠣が具に入ります。同じ長崎県内でも特徴の異なるちゃんぽん、気になる一杯はありましたか？今回もご視聴していただきありがとうございました。